異なる存在。はじめは軽い違和感だった。広大な公園の中に時折何か少し様子の異なる存在が感じ取れた。私は当時3歳か4歳、まだ幼かった。何度も立ち止まっては周囲をキョロキョロ見回す私を、両親と祖父母が早くついてくるようにと促す。花見のシーズンであるにもかかわらず、公園内はそれほど混雑していなかった。花曇りの穏やかな天候の中、満開を迎えた桜をゆっくり散歩がてら眺めるのにちょうどよかった。だからこそより目についてしまったのかもしれない。御座の上やベンチに座ってくつろぐ花見客の間に、ただ突っ立っていたり、石垣や柵に寄りかかっていたりして、じっと佇む不思議な存在を。彼らは死者だ。なぜか私はそう思った。しかし、当時の私の年齢では、死というものの概念をしっかり理解できるほど成長してはいない。それゆえに私はただ、何の恐れも抱かずに、彼らの異常な姿に、目が惹かれてしまったのだ。ある者は頭が半分以上吹き飛んだ状態で立ちすくみ、残っている両目が互いにあらぬ方向に向けられていた。別のある者は右腕から肩にかけて引きちぎられたようで、剥き出しの関節から潰れた骨が覗いていた。削り取られた肌から肉が剥き出しになっているもの、半身が真っ黒に焼け焦げて、焼け崩れた方からにやついているように歯並びが見えるもの。一見まともなように見えるが、首がねじれ、白目をひんむいた状態で佇んでいる女性。凄惨極まりない光景であったが、そのせいなのか、それとも私自身が幼かったせいか、特に恐ろしさはなく、その姿の異常さ自体に無邪気に純粋に興味を持ち、立ち止まってはそれを珍しげに眺めていたんだ。何見てるの？母さんが尋ねた。わかんない。こう答えるしかなかった。そうであろう。当時の私では今目にしている状況を言葉で正確に説明できる能力はない。私は母さんに手を引かれながらも、自分の周囲の彼らに目線を向け続けた。生きているとは思えない。が、なぜか彼らには人格や意志の存在があるように思えた。しかし、何かを訴えているようには見えない。ただ一様にそこに佇んでいる。そうしているうちにも彼らの存在は少しずつだが徐々に増えていった。今や公園内のあちこちに彼らはいる。座っている者、立ちすくんでいる者。生きている人間とさほど変わらない姿の者もいたし、肉体が激しく損傷している者も多かった。彼らは特に苦しんでいる様子でもなく、怒っているわけでもなく、恨みや憎しみを抱いている様子もなく、うつろな目をしたままただそこにいた。存在していた。私は何やら重圧を感じ始めていた。時折彼らと目線が交錯するようになった。しかし彼らはそれでも私に対して何かを訴えかけたり、語りかけたりするわけではなかった。終始無言。その沈黙が重圧となってゆく。私はどうしたらいいかわからなくなっていた。もたもたしないで、
早くいらっしゃい。母さんの声だ。どうしたのかい？お腹減ったのかい？それともトイレかい？ばあちゃんの声だ。しかし、その声は何やらぼやけ、遠くからくぐもって響いているようだった。彼らはその数をますます増やしている。一度目をそらして、再び視線を戻すと、今まで誰もいなかったその場所に、新たに彼らが出現している。座ってうつむいている者、背中全体がケロイド状に火傷して、黄色く濁っている者。柵に寄りかかって、仰向けに天を見上げる者。足元には、何者かの生首が転がっていた。どうしたの？一体何なの？母さんのその叫びが記憶の最後だった。目が覚めた時は病院だった。三日経っていた。あの時、母さんが声をかけた直後、私はその場に昏倒したという。父さんが抱き起こしたが、意識がなかったらしい。結局救急車で病院まで搬送された。意識不明。医者も、原因はよくわからないという。確かに、体に異常があるわけでもなく、熱を出したわけでもなかった。ただ、黙々と眠り続けた。夢も見なかった。以降、こうしたものは見ていないが。同時の声。家具付きのお家に引っ越すことになったんで、不要になった自分の家具をリサイクルショップに売ることにした。冷蔵庫やら、洗濯機やら、ベッドを引き取りに来てもらうため、携帯電話で問い合わせた。昨日の5時過ぎだったはず。サンコールで男の店員さんが出た。そのリサイクルショップでは、店内に女性の声で CM が流れている。店員の声と一緒に、電話口の向こうからは、落ち着いたメロディーに乗った、お売りくださいの口上がずっと聞こえていた。しかしなぜかその CM が途切れ途切れだった。ちょっと聞こえて無音になって、またちょっと聞こえて。周波数の問題だろうかと疑問に思いながら話をする。ベッドは型の問題で引き取ってはもらえないらしい。チェ、ゴミにするしかないのか。私が心の中で文句を言い、店員が息継ぎをした瞬間に、かすかに男性の声が聞こえた。その店の CM は、女性の口上の後で、男性が愛の手を入れるみたいに店名を歌って、また口上があって、そんな作りになってる。機械の故障かなんかで CM が飛んで、いきなり歌に入ってしまったんだと思った。でも違った。相変わらず、女性の口上も続いてる。やっぱり途切れ途切れだけど。カウンターに声が大きいお客さんが来たんだろうか。次のちょっと下までこの予想が外れだったと分かった。声は意味のある言葉ではなく、うめき声だった。って感じ。どうやらずっとうめいていて、CM が途切れた時だけ聞こえたみたいだ。あれ？それも矛盾してる。はじめは何も聞こえなかったんだもん。どうやら、うめき声の方が音量が上がってるらしい。そう気がついた時には、もう大音量になってた。うめき声というか、叫び声レベルだ。にもかかわらず、店員の声は少しも邪魔されず、こちらの耳に入ってくる。では、その日の午前中でいかがでしょうか。わーって感じ。で、なんか自分もおかしかった。すごく怖いと感じているのに、淡々と会話を進めてる。はい、よろしくお願いします。おー、ご不要に、でも、お降りください。こんな声が、三つ同時に聞こえてくる。なんか、ビビってるのと、
混乱する頭で、この叫び声、店員さんと同じ声じゃないかってピンときた。おー、悲しそうでも怒っている風でもなかった。近いものを考えると絶望したって感じだ。いつか見た映画で、心の病んだ独房の囚人がこんな声を出していたような気がする。やがて商談が終わって電話を切った。携帯の電池がいきなり切れた。機種変したばっかで、昨日満充電にしたてなのに。今、やっぱり家具、売るのやめるべきかどうか、自分の中で会議してるよ。妖精さん。妖精を見た気がする。大学行くとき、電車を待っていて、ホームの椅子に座っていたら、エクササイズみたいな動きをする小学生くらいの子供が、突然俺の目の前に現れた。いつ視界に入ったかわからないけど、ちょこまかと手やら足やら一生懸命動かしている。電車と人が接触しないようにするための黄色い線があって、その子供、明らかに線を越えて、ホームの端、ギリギリのラインで、てんやわんやしていた。駅員さんも近くにいたけど、注意する様子もなく、とうとう電車が来てしまった。子供は、夢中で踊っていた。子供の手が、電車に接触した。ぼーっと見ていることしかできなかった。そして、飲んでいたコーヒーを吹いた。電車の外装から手が抜け出してきたり、めり込んだりしていたからだ。いわゆる人間の立体映像に指で触れようとするこれの逆バージョン。ここで初めてその子が人間ではないという考えが生まれた。これが妖精さんなんだろうか。その次の電車は俺が乗らないといけない電車なんで、ちょっと興味本位で子供の近くに近づいてみた。頭の中で、どんな子だろうと思いながら、その子を見ると、また頭の中に子供の声で、どんな子だろうって響いてきた。え?と思った次の瞬間、また頭の中で、え?と響いた。エコー?そう思ったけど、今度は何も返ってこない。驚きはしたが、取り乱すほどでもなかったんで、もう少し詳しく見てみることに。たまたま帰ってこなかったのかな?たまたま帰ってこなかったのかな?しっかり響いた。また、エコーと思う。これは帰ってこない。返せない音があるんだ、と思った。返せない音があるんだな。少し悲しそうな声が響いた。どこかの国のおとぎ話に登場するエコーのことを思い出した。俺のイメージではもっと小さいんだけどな。俺のイメージではもっと小さいんだけどな。なんか少し怒った?少し怒った。ちょっと楽しくなってきた。けどもう電車が見えている。俺は少し寂しい気がしたが、子供に別れを告げる言葉で。後ろに中年のおばちゃんが数人並んでいたけど、そんなのは関係ない。もう行かないといけないんだ。今度こそ幸せになれるといいね。それじゃあ、グッバイ。電車が来た。子供がどんな顔してるかはわからない。電車に乗った。少し恥ずかしそうな声で、ありがとう、と言われた気がする。電車がホームを出る。子供は改札口の方へと消えていった。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。私はグーを出しました。ですのでパーを出したあなた、午後からラッキータイムでございます。おめでとうございます。
そして今日のラッキーアイテム、またラッキーフードになっちゃうかな。ラッキーフードはですね、チャーハンです。なぜチャーハンか。今日うちチャーハンの予定なんですよ。ええ。なんでチャーハンです。つまり、まあ私にね、ルルナル教の教祖である私に準じておくと、ラッキーが開けていくのかなって思うんですよね。よっしゃ、ラッキーって感じでね。ええ、ありがとうございました。すいません。で、このチャーハンもね、いろいろありますよね。本当にパラパラチャーハンが好きって人もいるし、そこまでパラパラじゃない方が、しっとりした方が好きって人もいますよね。ね、これ本当ね、あとこの店のが好き。やっぱりあの店がいいっていうのもありますよね。ね、これ本当に奥が深い。一つのその食べ物、メニューに関してもね、人それぞれやっぱり味覚って違いますし、その、育ってきた環境とかでね、培われていく味覚もあれば、生まれつきの味覚もあれば、ね、逆にその、衝撃的な出会いをしてね、お店と、あ、こんなの食べたことがないというそのインパクトがね、自分を変えてしまう場合もあればね、いろんな、ね、その、ありますよね。だからこそ料理は楽しいんですよね。うん。踊らされずにね、行列もいいし、行列がないの、行列してればいいってわけでもないし、ね。野菜、油、ニンニク、辛め、マシマシがいいわけでもなく、悪いわけでもなく、それぞれにいいね。でも一回食べてみたいんだよね。ニンニクマシマシとかね。辛め、マシマシみたいにね。一回食べてみたいけど、怖くていけない。で、ちょっと間違えると、みたいな感じで見られたらちょっと僕、下手れなんで、でも一回食べてみたい。どんな味かね。食べてみたいんだけどね。うん。皆さんどうですかね。そういえばね、昨日夜ですね、テレビがやってて、いや、まあやってるんですよ、テレビはね、いつもね。初めてのお使いが久しぶりにやってたんですよね。で、まあ、食事しながら見てたんですよ。懐かしいなと思いながらね、見てたんですけど、まあ、あれっていろいろ言われるじゃないですか。これ、他の国だと、児童虐待だって言われるそうなんですよね。まあ、アメリカとかだとね、信じられない。児童虐待ね、みたいにね、そんなに言わないか、言われるそうなんですけど、まあ実際、昔から見てきた番組なんですよね。僕もね。で、今回久しぶりに見たけど、面白いね。面白いし、まあ、前よりも、その、ガードしてる大人たちが、明確に分かるようになったなっていうね。あれは多分配慮だよね。ちゃんとその見守ってますよっていう配慮だと思うんですけど、でもやっぱりその、なんていうのかな。ね、まだ3歳とかね、4歳とかの子が初めてね、その家族のためにね、お母さんがとかね、弟がその熱出したからとかって買いに行く姿って、ね、やっぱり僕は好きだな、あれ。うん。結構ね、まあ、あんだけ見守ってればまず大丈夫だし、ただその、普段のね、普段その、番組じゃないところでお使いやってしまうと、あんな見守りは当然いないからね。そこだけ気をつけなきゃいけないと思う、気をつけなきゃいけないと思うんですけど、まあやっぱりね、まあ、可愛いなと思って見てましたね、あれね。で、まあ結構批判もあって、いろいろね、まあ大変だと思うんですけど、まあ、テレビって、なんていうのかな、最近のテレビがね、やっぱりまあ、何度も言いますけど、全く面白くないって。昔からやってるこの企画ね、初めてのお使いって、なんかその、シンプルだよね。シンプルだからこそ、ね、まあ、芸人、まあ、出てるけど、ほぼ関係ないし、シンプルだからこそ面白いよね。その、台本がある意味ないじゃないですか。そんな台本があるものでもないもんね、これってね。だから、昨日ちょっとね、ほっこりしたから見てましたよ。ね。私、初めてのお使いはね、多分ね、記憶にないんですよ。姉貴と行ってるんで、小学校の時にね、小学校幼稚園でかな。まあ、姉曰く一緒に行ってなんか、ああだこうだって言うんですけど、そこはさすがに覚えてないんですよ。ただ、明確に自分が覚えてる、お使いは、姉に言われて、あれはね、仲良しを買いに行ったと思うんですよね。少女漫画の仲良しを買ってこいと言われて買いに行ったんですよ。握りしめてね、お金を。で、まあ、結論言いますと怒られたんですよ。なんでかって言うと、茶を買ってきたから。
茶を買ってきたんですね。で、多分、幼稚園の年長か、小一にはなってないな。多分年長くらいかな。行くときはね、仲良しって行くんですよね。で、なんかどっかから仲良しや、チャオに変わったでしょうね。それか、もしくは、お店に行って、本屋さんでね、並んでるじゃないですか。ね、仲良しとチャオがね、とか、リボンとかね。まあ、チャオだ、まあ、確かに仲良しをうちに、仲良し払ったと思うんで、あの人。で、なぜか仲良しを買わずに、なぜかチャオを手に取ったんですよね、私が。なぜか。で、チャオをこれくださいって買って帰って、まあ、でもこれはね、わかりますよね。まだ、姉も子供だからね、そんなお金持ってないし、ね、三つ違いだから、小2、小3くらいだからね、持ってないし、でもあの人俺より小遣いもらってたんだよな。あの人結構小遣いもらってたんだよな、僕よりも。後から知ったけどね。親父がたくさんあげとったんで。まあでもね、その、貴重なお小遣いをさ、仲良しが見たいのにさ、茶を買ってこられたら、まあさすがに腹は立つだろうね。うん。まあ僕でも確かにね、あ、ごめん、ジャンプ買ってきてって言って、ね、ジャンプ買ってきてって言って帰って違うのが買ってこられちゃったらね、ジャンプの続きを見たかったのに、え、なんでこれ表紙コナンくんじゃんみたいなね。それでもかなり薄くなってるじゃんって。何これって。なんでこんな薄いのこの、で、って。丸々で、ちょっと薄いなーみたいなね。薄い本みたいだなーみたいなね。あ、ごめんなさい。薄い本ってあっち系ね。ええ、ということで、おはなるこんでした。またね。皆さん、仲良しとチャオ、間違えないようにね。リボンもね。はい。おはなるこんです。またね。Thank you.